カザフスタンが在外交換を置く国カザフスタンの在外交換の一覧はカザフスタンが置く在外交換の一覧カザフスタンは中央アジアの内陸国でありユーラシア特に旧ソビエト連邦の国々に多く大使館を置いているカザフスタンは1991年12月16日にソビエト連邦から独立を果たして以降140の 国々と外交関係を結び、64の政治的、経済的な国際機関に加盟している。カザフスタンは周辺地域の国々、特にロシア、中国、中央アジアの国々と良好な外交関係を築いており、ロシアと中国には大使館と領事館を合わせて4つの在外交館を置くなど重視している。その他にもアメリカ合衆国や日本、 その他ヨーロッパやアジアの国々とも外交関係を結んでいる。これらの国々には大使館を置いていることが多く、全体で34の国に大使館を7つの総領事館を置いている。また、中央アジアの国々の中では唯一、アメリカ大陸において、アメリカ合衆国以外の国に大使館を置いており、2012年10月には初めて、ラテンアメリカのブラジルに、 大使館を開設した国際連合などの多国間組織に関しても代表団を組織、派遣しており、欧州安全保障協力機構、経済協力機構、イスラム協力機構、上海協力機構などの国際組織に加盟、アジア相互協力信頼情勢措置会議などにも代表団を派遣している。 アジア相互協力信頼情勢措置会議は1992年10月5日にカザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバイフが国際連合の第47回総会で提案したことにより組織された国際会議でありカザフスタンが主催する形でアルマトイで2001年6月に第1回会議が開催された2010年以降はトルコで開催されておりカザフスタンは アジア相互協力信頼情勢措置会議に対し代表団を派遣している。在ドイツカザフスタン大使館、在イギリスカザフスタン大使館、在ロシアカザフスタン大使館、在オムスクカザフスタン領事館、在ノルウェーカザフスタン大使館、在チェコカザフスタン大使館、在ポーランドカザフスタン大使館、在カナダカザフスタン大使館、在アメリカ、合衆国カザフスタン大使館。 在韓国カザフスタン大使館、ありがとうございます。